皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。和歌子です。ついに来ました。はい。ついに。なんか私今日はピアノの私とギターのトシさんとあとフルートのヒロちゃんと一緒に一緒にさせていただきたいと思います。なんか最初にどうやって始めようとか思ってたんですけど、ゆめみちゃんの自分の思いとか綺麗なインスト歌とか、みほちゃんのさっきのクリスマスの歌とか、なんか満足してしまった。なんかちょっと聞いてたらもう胸がいっぱいいっぱいいっぱい、なんかすごくちょっとはい、だけど私たちも、ね、やりましょう。私たちの、はい、音楽を届けられるように頑張ります。私たちはとあるこう私の大事な方、師匠みたいな方がいて、その人が新見の町に作ってるコンサートをするからっていうんで出会った。それが最初のきっかけなんですけど、で、その時の情景というか、その時からこうここまで歩いてきたみたいな道のりをこう 歌ってる歌の春の日のバス停からっていう歌を歌います。ワン、ツー、スリー。優しい木漏れ日の中、初めて君と会ったのバス停、ひらひら舞う僕らを包んでいた。あれからもう一年が経ち、僕ら歩いてきた道のりは決して平らではなかった。
ありがとうございます。実はあのね、今日はそう一緒に本当は演奏したかったんですけど、まあお仕事の都合でできなかったのそこに聞いてくれてるしげさんっていう当てあげてくれた、ありがとう。おしげやし。なんでそんな。まあいつもこんな光景なんですけど。でしげさんがあのねこのまあこういうあのことが出来事を詩に書いてくれた大事な歌なんですけど、すごい泣けるよね。うん、なんかあのできた時もすごい素敵な言葉だなと思ったんですけど、なんか時が経つにつれ余計にこの言葉の重みを知るとか、なんかこう自分の中でも大事な気持ちになっていくとかがあの好きな大好きな歌だなと思いまして、はい、まあ今日ねしげさんいないけどしげさんの歌ちょっと多いみたいな。あ、そうよね。いるけどいるけどステージにはの登らないんだけど、そうです、ね、もうなんかもういる過程、このステージこの辺にこうしげさんがいると知って、そう、はい、なんか音鳴ってる感でやってる感じ、うん、はい、すいません。あのそう私あのよくあの夕焼け空が好きで、あのよく見上げるんですよ。まあ、夕方の時間帯にこう車に乗ってあの出かけることが、まあ、毎日というかなので、その時にこうよく車のこう窓から、まあ、フロントからこう夕焼け空を見ながら運転して、まあ、綺麗な夕焼けだとパシャッとか撮るんですけど、あの危ないんですけど、でなんかそういう夕焼け空を見てるとこうなんか今日も夜もなんだろう、こういいこまだ夜も頑張ろうとか、で明日にもいいことが起こるといいな、つながるといいなとかいう思いが湧いてきて、すごくなんか元気をもらうんですよ。でそういう夕焼け空を見てたらなんか毎日いろんな色がキラキラしてて、なんかまるでシャボン玉の色みたいって思って作ったあの夕焼け空シャボン色っていう歌を聞いてください。Thank you.
綺麗だったりこう強くて綺麗なものに出会うともうなんか脱力してしまうっていう言葉がなくてね、すごく大きなパワーをもらうなと思って、あのお二人にもありがとうございます。めみちゃんとみなちゃんに。なんかいつもメールとかで、うん、その写メとかで、はい、みんなでメールするじゃん、はい、その時とかあの夕焼けとかみんなで送り合ってる時とか、うん、結構夕焼け空が私も送ったりとか、うん、若ちゃんが送ってくれたりとか多いんだけど、結構その曲にぴったりだなと思って、うん、今日できてよかったなと思います。ね、なんか綺麗なものを見ると他の人にもなんかこう知らせたくなる、あげたくなるっていうこうなんかのがあって、つい撮ると誰かに送ってしまうっていう癖があるんですけど、はい。じゃあ、あ、で、なんかそういうこう夕焼け空が綺麗だなとか思ってこう日々生きて、生きてる日々こう過ごしてるんですけど、こう一生懸命やっててもなんかふとこうなんかちょっとこう何なんですかね、転げてしまうというか、思いがけずにこうなんか自分のなんかうまくいかないこととかが思いがけず起こってしまったりして、で最近そう、そういえばそうある人に、まあ、っていうかギターのトシさんなんですけど、誕生日にすごくいい本をもらって、なんか いい言葉、元気の出る言葉が毎日こういろいろ書いてあって、最近すごくよくそれを見て眺めてるんですけど、好きな最近好きな言葉が、新しい日には新しい力と新しい考えが生まれるっていうのがあって、で、扉がいつも閉まっているなんて思わずに押してみること、今日、昨日たとえ閉まっていたからといって今日も閉まっているとは限らないっていう、なんかそういう言葉があって、でなんかふと落ち込んだりしてうまくいかないし、どうしよう、なんか どうしたらいいんだろうとかって迷った時に、なんかそういう言葉をこう見て、あ、またリセットというかもう一度やり直そうとか、そういう気持ちになれるんですよ。で、だしなんかこう最後にはなんだろう、うまく本当にいくようにとか祈りたくなるし、あと他のその周りの人とかで今すごく大変なこううまくいってない人とかもこう頑張ってほしい、なんかうまくいってほしいなとかいう気持ちも湧いてくるし、どうしよう、何を言いたかったそういうなんか私の中ではそういう大きい思いで作った明日花が咲きますようにっていう歌を歌います。どれだけの痛みかも知らないで、明日
ありがとうございました。なんか最初この歌をふと作った時は、なんて言ったらいい、なんか不思議な歌が自分の中に生まれたっていう感覚で、こうどういうふうに言葉に意味をつけていいのか分からなかったんですけど、まあいろいろ思いを知る、自分の思いとか人の思いとかを知るたびに、こういうものなのかなっていうのを自分の中でなんか何度も繰り返して実感するような歌になっていて、はい、私この歌を歌ってって言ってくれる清水さんとかもいてくれるし本当に幸せだなと思って、はい、あでそうまあいろいろこう日々いろんな思いとかあるんですけど、最初に言ったその新見 のとある方が作っているコンサートが毎年5月3日の日に、今年3回目だったんですけど、でまあいろんなもう結構いろんな人が出演したり見に来てくれたりもしてまして、新見の城山公園っていうところで毎年やってます、5月3日の日に、まあ、告知というかぜひ見に来てほしい、そのいろんな人が関わり合ってすごくこう大きい気持ちで、その1日5月3日の日もだし、準備とかその後も全部がつながっているような大きい日ですので、ぜひ聞きに来てほしいなと思って告知させていただきます。それでその5月3日の日、私は初めて、2年前にその城山っていうところに連れてってもらったんですよ、まあ、顔合わせ会みたいな日で、すごい丘の景色、びっくりして、こんな綺麗な場所があるんだと思って、丘に登ったらその新見の町がもう見下ろせて一望できるような、すごいこう自分が飛んでいくみたいな、鳥になったような気持ちになった丘の上があって、で、まあ、そこでコンサートするんですけど、でそこに行った時に、なんていうかな、なんか、まあ、歌を作ってみたらって前から言われてて、なんか歌詞を書いてみみたいなことを言われてて、でどうしていいか分からなかったんですけど、そこに立った時になんか自然にこう、あ、多分こんな言葉でこんな曲にしたらこの気持ちがこう、私が今ここに立って見たものとかが少しでも伝わるだろうかって伝えられるかなって思って、なんか初めて なんかこんな手探りで作った曲があって、5月3日そのまんまなんですけど、5月3日っていう歌を、最後に、私がいつもこう自分をリセットしたくなる時とかに歌ってるうちに自然に、あ、私でもまあちっちゃい自分だけど、その自分ができることをまた今こう目の前から頑張ろうみたいな思いにさせてくれる、自分の歌なんですけど、そういう思いにさせてくれる歌です。5月6日という歌を聴いてください。景色
がとうございました。このままいっちゃう感じですか？みたいです。ちょうどなんかひろちゃんがこういうあの、ね、クッキージャーさんで、女祭りって銘打ってあの企画してくれたのがちょうど2年前のでしたね。にもう今年で3回目かこれもすごいですね。ありがたいことに。いやもうなんか感動してた。え、何どうしたの？もうすごい、なんか昨日おとついかな、なんか友達と恋愛してて、うん、あ、恋愛じゃない、電話してて、電話してて、どういうこと今の。いや、そんな1日とかじゃないよ。なんかぶっ壊したね、今ね、なんか、電話してて、友達と、はい、女友達と電話してたんだけど、うん、その友達がちょうど今休んでて、ちょっとあの、うん、心がちょっと疲れてて、うん、休んでて、その時に、その、何しようたって言ったら、うん、いや、ちょうど朝花、今日ってなんかもうちょうどなんかなんか泣いとった時だったんよとかって言ってるので、いやなんかそれ思い出してなんかすっごいなんか泣けてきてしまって、もしかして私その時のメールをいただきました。きっと、はい、その人の今一生懸命頑張ってるあの人かなと思って。あ、なんか私も最初この曲ができた時は本当に感動して、ずっともうなんかもうそれしか聞いてなかったぐらいなんですけど、ちょっと最近ちょっとあんまり聞いてなくて、たまには聞いてたんですけど、久々になんかこのステージで聞けれてなんか良かったなと思って、なんかある程度のそのちょっと緊張感が素晴らしい音楽を生んでくれたのかなと思って、今日のこの時に歌ってくれて本当に良かったなと思います。ありがとう。じゃあ、ここからはあのまあ、はい、私のターンになりますね。はい、はい、はい、私のターンです。タイムですね。こんな感動する曲は本当ないんで申し訳ないですけど、いや、そんなことないよ。ひろちゃんの歌になぜない泣かされたことか。なんかね、私が最後で本当申し訳ないなとか思いながら、なんか夢美ちゃんのあのもう度肝を抜かれるというか、もう綺麗でしたね。もう本当にもうなんかもう絶句でした ね。ドキドキするよね、なんかね聞きながら。もう美穂ちゃんもなんかありがとうの曲がすっごい良かって泣けたし、もうなんか本当なんか企画して良かったなって本当思います。なんかなんかありがとうございます。ありがとう。あ、もう眩しくて見えない。ありがとう、本当にもう本当参加してくれて嬉しいです。本当多分私が聞きたいから多分いつも企画するんだと思う。この声です、うん。みんなありがとう、なんか綺麗な音楽を聴かせてくれて、はい、それでは私の曲に行きましょう。はい、それで、うん、だいたい最近は3人とか4人とかでやることが多いですかったけど、多いですかったけどですかったね、はいはい、本当ならここにしげさんがいなきゃいけない。はい、何人いないっていうこのね、あとで何しちゃろうかっていうね、罰。サボったわけじゃない。いや、ちゃんと仕事をね。いや、でもそういう時にこそね、いつもいる、いてくれるんだけど、いないっていう、こうなんかね、大事さとかを気づくんですけどね。まあ、私、あの、ツッコミ入れる人がいないっていうか、あ、てかその、そうですね。ツッコめる、突っ込まれる人がいない。そうね、なんかなんか今日静かだよね、いつもより。そうじゃんな。突っ込む人がいない。そこから突っ込んでくれればいいのに。遠いからね。遠いから、もっとここに来ていいよ。ギター鳴ってますかね。鳴ってますか。はい、はい、それでは、リバーという曲を聴いてください。一つ流れたら
それであのさっきそのしげさんが
いるっていう話をしたんですけどいる、うん、まだおるまだおるよまだ追ってもらわなきゃ困る。しげさんがね、またすごくいい大切なこう歌詞というか言葉を送ってくれたんですよね、ひろちゃん。そうそう、すごいいい歌を作ってくれて、私が曲を作って、それを若ちゃんが編曲して編曲で、もう試行錯誤して3人で歌った思い出が多いありますね、夏にね、はい、そう。でその時はしげさんが歌ってくれて3人で歌ったんですけど、まあで今日はちょっとしげさんに聴いてもらおうという魂胆で魂胆で作ってみます。ありがとう。あ、ありがとう。しげさん、どういたしまして。しげさんがいると思って、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。こんなにいじってもらえるってなかなかない。いつもしげさんはいつもいないところでいじられてるって、うん、すごい素敵なキャラなんです、ね、なんかね、いてもいなくてもいじられるっていうねうまいとこ取ってるよね本当しげさんね。それを今回2人で歌うということで、3人で歌ってたのを2人でするのも難しかったね、結構、うん、なんかすごいしげさんとがボーカルで歌ってる時に、うちらもうフルートかな、私フルートだったっけあれギターだっけ、ギターと歌だ、うんうん、ギターと歌でちょっとで歌ってたんだけど、しげさんがメインで歌ってたんだけど、もう一回もう一回ばっかりもうなんかできなくって、本当にそればっかり言ってて、もういいじゃんっつって言ってたのを覚えてるんだけど、はい、今回私結構メインで歌わせてもらうんだけど、はい、なんかもうええてっていう気持ちがすごい分かった。もう何回も歌って、私がスパルタをしてしまいました。そう、もうこれええんじゃねって言ったら、しかーしとかっつってなんか若ちゃんが言うよ。いや、まだやると思って、もう本当にスパルタでした ね、作りたかった。結構、しげさんの気持ちが分かったごめんね、しげさんこの場を借りて、うん、やったけどね、なかなか入ってくれんけ、ちょっとどうしようかと思ったがじゃあいきます、はい、あ、で、瞳の中の空っていう歌です。幼い頃に描いてた
ありがとうございました。使い切りましたね、はい、よろしくお願いします。ありがとう、和歌子ちゃんでした。ありがとう。これからはヒロと、もう一人、もう一方実はいらっしゃいます、来ていただきましょう。ピッチさん、よろしくお願いします。イエイ、ピッチです。拍手お願いします。ですね、始まり、本当に自分のとして今日なんか、なんか自分らしさというなんかコンセプトのもとで今日ライブをさせていただくことになったんですけど、なんかいつもより落ち着いてできているような気がします。なんかそれをもうやっぱり出演者とか若ちゃんも一緒のにやってくれたおかげかなと思います。それでですね、ありがとう。実はこの2人で最初始まったんですよね、ピチ君。それ前からあるよ。なんと、なんと、なんと。なんと角度違うけど。はい、どうも。偶然的に。偶然じゃないんだ。いや、リハーサルの段階ではマイクなしでっていう感じだったんで。そう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 。本当に最初の方はずっとピッチ君と、させてもらってて、まずその一本の私の電話から本当に始まりました。ちょっとやってみてくれとか言ってたら、最初ギター教えてくれんです。あ、そうだっけ、あ、そうだっけ、あ、懐かしい、懐かしいね。何年前？3年前。あれ結構近いね。の5月。あ、そうそうそう、こう、5月かな。あ、5月じゃないぞ。あんまし正式な日って言ったら、僕が変な人みたいに思われるんで。あ、なんかね、すごい日にち覚えてるよね。電話があったのは2009年3月20日、うん、ここクッキーでいる時に電話もらったんですね。たまたまそのプロのライブを見に来た時に電話があったんで、本当に全部の始まりはクッキーじゃだった。本当にすごい、すごいね。本当にそれから始まっていろいろ、本当にいろいろ、本当にいろいろ巡ったよね。なんかツアー、滋賀から、東は滋賀、西は広島に、そう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 、すごかった、すごい。もうなんかもう波乱万丈って感じだったね。波乱万丈の2年弱。もう最初、もう私が本当にギターが下手で、もう合わせられなかったもんね。なんかぐったぐたで、なんかリズムをギターで刻めないのにライブに出たっていう、すごいチャレンジャーだった、ね、練習1回では本番が、そうそうアルレだったっけ最初ってね。なんか浜崎あゆみがすごい好きでそれをやったんだけど、全然もうぐだぐだだったよね。ね、本当にそこから始まってここまで来れたっていうのは、続けてこれたっていうのはね、すごいよね。すごいですね。なんでそんな中途半端なんか。ということで、その中間ぐらいに作った曲ですかね。それをさせてもらおうと思います。グロウィッシュという曲でいいんですよね。合ってますか？合ってます。なんか言ってよ。じゃあ始めますか。はい。始めませる。はい。大丈夫。大丈夫。生きてる。消えそうな記憶たどりながら
足元ばかり見てた日々の中、君のこと考えながら今も変わらない道を歩いた。知らないうちに見過ごしてた風景、あの角の細い路地曲がればほら見えてくる思い出の場所。会いたかったよ、寂しかったよ、今でも思い出は色褪せないままに輝いていて、暗闇までも透き通らせていた。ではないんだけど、なんだろうな、ヒルドラ的な歌詞ではあるんだけど、この曲を作ったのはそのピッチのになんか返したいなっていう気持ちもあったんよ、実は。あ、言ってましたね。言っとった？なんて覚えてんの、すごいね。今思い出しました。今思い出した。そうそうそう、だからなんかいろいろもうなんかもうほんと連れ回してなんかだから本当申し訳ないなと思って、何かそのピッチが楽しめるようなという曲を作りたいなと思って作りました、この曲。どう？好きです。なんか返しようがないけどありがとう。それで本当に
この 次の2曲は本当に2人が出会った曲の中で一番数多くやった曲になります。キャンドルナイトの曲、新見市市民環境会議といって新見で、キャンドルナイトをやってまして、そのために作った曲なんですけども、皆さんに、気に入っていただいて、すごく末永く、お歌を歌わせていただいております。はい、その曲を歌わせてもらおうと思います。すごいこの例になんかすごいなんか
いろいろな思い出が困りすぎて本当に何て言っていいか分からないな。本当にすごい。それ弾くんだね、そこでね。本当によくやってましたね、これも。もううっせえよとかっつってね、なんかもう無視してたよね、後半になるとね。ですね。その辺覚えてないです。あ、本当ですか。もう無視してでね、もう本当に最後の曲になるんですけども、これこそもう本当にこれのために滋賀に行ったようなもので、新見市、また新見なんですけど、新見市市民環境会議にエコモ君というかわいいキャラクターがおりまして、空前のゆぐるキャラブームが来ておりますね。今ね、来ておりますね。あのバリさん見た？バリさん知ってますかね？ひよこ、うん、あの最強のバリさん。その辺ちょっとわかんないです。本当にあのね、金曜になんかゆるキャラ相撲をやってるんだけど、それでなんかバリさん一番1位に、あ、なんかグランプリ取ったね。そう、グランプリ取った。あ、キミさんみたいな入ってる。あのなんか本当にバリさんにやられて、そのテレビでその顔が撮れてたりしたんですけど、あのモザイクがかかってたんですよ。なんかもうそんなことも普通に私たちの身近で起きてたよね。あ、起きてました。あれは滋賀ではなくて玉野でしたけど。そう。玉野だったっけ。玉野のおもちゃ王国の運動会かな。と、あと北坊でもあったんよ。あ、ピッチはいなかったんだけど、北坊のその、なんだっけ、ホタルロックの隣のホタル祭りで出させていただいたんですけども、その時に、エコモくんが、この曲がすごいいい曲っていうか、テンポがいい曲なんで、すごいテンションが上がりすぎて、エコモくんが、すんごいなんかもう、めっちゃはしゃいでたんですよ、巨体で はしゃいでて、なんか前の方にだんだん行き出したんですよ。なんか横にいたはずなんだけど、だんだん前に行ってる。なんかすごいテンション上がってる感がすごい分かったんですよ。で、なんか階段状になってるんですけど、そこが。すごい段差がすごい高かったわけじゃなくて、本当にそれはお笑いで済んでよかったなって思うんですけど、もう踏み外して調子に乗りすぎて、もうテンション上がりすぎて踏み外してここからもう下へ、もう顔がポーン飛んだんですよ。やべえと思って、本当曲の一番の終わりだったんですけど、やべえと思って、もうみんなが本当にもう駆け寄せてくれて、でなんか私はもう大丈夫かなって思いながらもう歌ったんですよ。でも止めれないですね。そうもうみんながカバーしてくれたから、そしたら何回言ってるんですよ。そしたらもうここの方たちはもう分かってると思うんですけど、中身は人間なんですよ。ただ何を言ってるかと思ったら、頭って言ってるんですよ。もうプロなんですよ、その人は。もうなんか子供の夢を崩しちゃいけないから、玉野の時はこけながらも頭だけは抑えれたんです。本当にゆるキャラっていうのは奇跡を呼ぶキャラですね。本当にもう伝説はもう語り継がれるでしょうね。本当に玉野見てないですね。残念ですけど。また見てほしいですね、はい、機会があれば。着替えてる時は何度か見たことない。本当に奇跡の牛だと思います。奇跡の牛、新見の千秋牛、はい、何か起きますからね、本当に。なんか携帯をなんか持ったりとか、なんか来たまま寝転んで携帯つついてるとかありますし、なんかいろいろあります。持ってたらフジテレビの目覚ましテレビ出たりとか。あ、そうそう、あれも出てましたね。目覚ましてた、出た。ゆるキャラスモツに特集で、そう、それで滋賀に行ったり、いろいろ行きましたね、本当に。お付き合いが長いです、本当に。この曲で終わりたいと思います。では、エコモ君と一緒という曲です。聴いてください。ゆるキャララララ、とってもキュートで憎い
みほちゃん、わなちゃん、ありがとう。そしてお客さん、皆さん、スタッフさん、ありがとう。もう幸せです、本当に。実はあります。少々お待ちください。ですね、今回のライブがですね、本当に企画させてもらって女祭りという名前がついたんですけど、最初は本当についてなくて、きっかけが本当にみほちゃんでした。あの何回、1回目かな、2回目かな、なんかなんちゃらダイアリーっていうタイトルを私がつけたんですけど、女祭りっていう風にステージでそのみほちゃんが言ってくれて、え、そんなちゃうのになと思いながら、そうそうそう、女祭りって言って言ったのがきっかけで、そう、女祭りになりました。ここになんかすごいぴったり、あ、ほんとそう、きっかけはみほちゃんなんです。はい、そうなんです。それから女祭りっていうのにハマってしまって、すごいいいネーミングだなと思っていただきました。ありがとう。でもこんな企画をもう3回目で、とてもありがたいことに。本当に私が企画するっていうのが、そのいろいろその思いがいつもあって、その毎年1回、この1回でクッキージャーでさせていただいてるんですけども、その本当に企画するっていうのがすごい大変だなと思う中で、私がやっぱり一番思うのは、やっぱりみんなが楽しんでくれることもあるんですけども、やっぱり出演者もスタッフも楽しんでもらうことがやっぱり目標なんです。やっぱりお客さんに楽しんでもらうのはもちろんなんですけども、やっぱり出演者がすごい楽しんでないとお客さんが楽しんでくれないんじゃないかなっていうのがちょっと私の中でありまして、私の考えの中でなんですけどありまして、それで私のすごい大好きな、本当私生活でも一緒にいてワイワイしている皆さんと、いつもこの女祭りをさせていただいてます。わかちゃん、なんか喋りますか、いいですか。でも5月3日が本当に曲があって、本当にそこから出会って若ちゃんと、本当にここまでやってこれたっていうのが本当に幸せで、ピッチと、はい、ピッチと出会えたからクッキージャーにいるし、5月3日があったから若ちゃんと出会えて、それがなくても出会えたかもしれないっていうのは若ちゃんから何回も言われてるんですけど、やっぱりきっかけがそれなんですよね。今までここでまでつながってこれてるこの幸せを本当に皆さんありがとうございます。みほちゃんもありがとう。みほちゃんの出会いは何だったかな、クッキーちゃんだったのかな、多分飛び入りとかじゃないですか。ああ、飛び入りかもしれないね、うん、本当にあの頃は飛び入りよく行ってたもんね。このクッキージャーで飛び入りアコースティックっていう日がありまして、その時に出会ってすごい好きになってしまって、みほちゃんのことが、それで普通に話したらめっちゃおもろい子なんですね。なんかボケてないけどボケてる。どういうことですか。いや、バカって言ってるわけじゃない。バカですよ。本当になんかね、いやいや、なんか本当にでも、うん、天然のような感じにしてますよ。してます。してるの。腹黒いの。いやいやいや。中、はい。中でも本当みほちゃんはね、あのこう見えて、こう見えて気遣いなんです。そうなんですよ。なんであの可愛く
丁寧に扱ってやってください。本当に心を皆さんも、実はピッチもあのガラスのような心を持っておりましてですね。いや強くないよ、何言ってんのなんで本当にこれからその私のすごい大好きな皆様と一緒に最後にを演奏したいと思います。タイトルをいいですか。はい、ということで最後にもったいないお話なんですが、私のですねヒルライヒルライという、歌をですね皆さんで最後やってくれるというドリームストーリーがここから始まる。ここから始まる。はい、あの美穂ちゃんの最初と最後にも注目ですね。はい、ボケてくれる。ボケません今日はボケない、今日はボケない。分かった。はい、みんな準備はいいかな。おーあいくぜ。お客さんも準備はいいかな。おー、それじゃあみんなで行ってみよう。うん、ヒルライやで。うん、始まれないんだけど。グダグダで。はい、じゃあ行くよ。はい、ワンツーワンツースリーフォー。You.